久保さん、ハゲの歯にしましまょうかすごいっすね久保さんこれほら全然ないこれもうほんとないっすね久保さんないっすよいやほんとないっすね <laughs> いやーないわそうないですまあこのやりとりしてる中僕だけが久保さんがハゲになることはまず考えられないのでどうなっちゃうのかな僕の髪の毛あのね堀江さん言ってましたよ寿司職人というかそのなんとか10年みたいなねもう時代遅れたみたいなね <laughs> うん 別にそんなのもう、あのー、なんかないよっていう。うん、寿司職人10年みたいなね。うん。まあ正直今ね、一番儲かってるのは多分、あの、ロボットが寿司を作るフランチャイズが一番儲かってると思うんですよね。売り上げ高で言うならば。うん。まあ時代は変わりますからね。だからその、なんだろうな。 あのーまあ、今もねリアル店舗の中にもそのロボットがね配膳するみたいなのもあるんですよ確かねあれですね、あのー、ラーメン屋さんラーメン屋さんの,あの300いくらか400円ぐらいの中華そばみたいなところのフランチャイズ店が確かロボット入れてますねうん、まあ、海外も入れてるとこ入れてますね うん、だから今まではその人が持ってってっていうところがあったんですけども、まあ、ロボットが持ってくみたいなね、うん、長崎にかなり昔ですけど長崎にハウステンボスだったかなロボットホテルみたいなねあるんですけどロボ,ットロボットが受付するっていうねよくわかんないですよね <laughs> まあでもねそのうちなんか本当になんか今まであったものがなくなっていくんじゃないかなと思うんですよ 今まで当たり前にあったものがなくなっていくっていうでもなくなるからこそんそこにも価値があるというかなくなっていくからまあ今まで当たり今までまあ僕も髪の毛そうなんですけど今まで若い時はね別にその気にしてなかったわけですよだけどあのこんだけやっぱね露骨にやっぱこ,う,こう,もうほんとないなってなってくるとなんか 髪の毛ちょっとあれだななみたいな <laughs> 今まであったものがなくなると寂しいというかこう皮肉なことにですねあの上島竜英さん亡くなったじゃないですかで6年前にもうまあケツっていうねアーティストさんがいるんですけども「友よ」っていうねえーあのーあー歌があるんですよでその PV にダチョウ倶楽部さんが出てるんですけど今なんと1位なんですよ ランキング YouTube ランキングみたいな <laughs> でもしかしたら1億再生いくんじゃないかなっていう今8000万回ぐらい回してるんですよでいいねが今8900万回ですねだとあと1000万回回ったら1億回です で、グッド評価が、グッドが54万っていうね、脅威なんですよ。そう。今、人気のミュージックビデオが1位ですね。YouTube の中でミュージックビデオの中で1位が6年前に結明さんがアップした、友よっていうやつなんですね。も、ま、う、あ、ほんとこの PV めちゃくちゃいいんですよ。まあ、これ見て僕、泣いたんですけど、上島さんも、なんだろうな、皮肉ですけども、なんか、 いなくなってからなんか尊いというか愛おしいというか切ないというかでもそれも時間が経ったらまたね志村けんさんは僕亡くなった時結構あれ泣きましたけどうん,なんか人間って僕なんかねち考えてたんですけど人間ってなんかそのあるもの を考えることもできるしなくなったものを考えることもできるっていうね逆に言うとなんかその普通だったらないわけじゃないですかもういないわけですよね、まあ、上島竜兵さんももういないんですけどもいなくても想像できる考えることができるいなくても涙することができるっていうのは結構これって人間ってすごいなと思いましたねうーんだからそのかなんだろうなその 過去過去過去にその今じゃないんだけど過去起こったこと過去いた人に対して思いを寄せられる何かね人間でそういうところができるのでうーん、まあ、そこが人間の素晴らしいとこかなっていうたとえ今ないものでも想像できるし 亡くなってしまったものに対しても想像して涙することができるっていうねこれが人間のなんか一つ他の生物にはないなんかあれなんじゃないかなと思いますねうんだ最近僕年取ってやっぱ思い出ってすげえ価値があるなと思うんですよなんかそのこれからの未来の方が価値があるみたいなねあの結構 まあイメージはある人多いと思うんですよこれからの未来みたいなねだけどん過去の方が実は価値があるんじゃないかなと過ぎ去ったものをどう感じれるかっていう、まあ、堀江さんのね今を生きろみたいなね今を生きるっていうまあ確かに今は生きてるんですけども、うん、今を生きる過程で過去をどれだけそのうん 過去に対してそのなんだろうな浸れるというかまあ僕もその過去があるから今があるっていうところでまあいろんな思い出ありますからねでもその思い出っていうのがいい思い出ではないんですけどもまあよくやったなみたいな,なんかめっちゃやってたなみたいなね <laughs> ようあんだけ働いたなみたいなねうんなんかその 昔にタイムスリップできるというかもうもう昔のことだけどすぐ昨日のことのように思い出せるんこれって人間のすごいいいとこだなぁと思うんですよねうんそうんだろうなまあ堀江さんが今を生きろみたいな話をするんだけども、うん 昔なですかねなんかいい言葉ないかな今を生きろケツメイさんにね過去現在未来みたいな手紙みたいなあの歌もあるんですよケツメイシ手紙過去現在未来、うん 現在過去うん過去うん過去も今じゃないですかね今を生きろ過去も今未来も今うーん 過去を思い出せる今も過去も今みたいななんかまあちょっとねちょっと出てこないですけどちょっとコピーライティング出てこないですけど <laughs> うんなんかまあ全部つながってんじゃないかなっていうところですねうんそうまあつながってるからこそまあトータル的に人生なんじゃないかなと思いますけど でもなんかね、過去の方が価値があるかなと、うん。だって未来のことって分かんないんですよ。堀江さんも近畿大学のスピーチでも、まあ今回は鹿児島のスピーチでも言ってたかな。そう未来のこと分かんないと。で分かんないですよ。でも過去のことってもう分かるじゃないですか。分かってるんで。じゃあその分かってることに対してどう思いを向けられるのかっていう、もう確定してるわけですから。でも確定してるんだけども、なんだろうな。 展開はでできるんですよ、その思い出に対しての。確定したことに対しての、その要は、何て言ったらいいんだろうな。自分のステージが上がっていれば、考え方とか自分のステージが上がっていれば、過去起こった現実、確かにもう変えられないんですよで。変えられないんだけども、何だろうな、この億万長者合宿みたいに、そのまあ、一文字でこうなんかいろいろやり取りしてますけど、 変わらないことに対してもうおこ過ぎ去ってしまったことに対してこ無限に横に展開していくみたいな感じですね。でも未来のことって横に展開しようもクソも分かんないんですよね。まあ分か,んない分かんないからこそ展開もできるっちゃできるんだけども何だろうな。なんかげもう過去のことって起こってしまったから 1+1=1 みたいなね。なんかまあでも捉え方を変えると思い出し方を変えると。 思いこの老ける老け方によるとなんだろうないろんなその捉え方ができるんじゃないかなと思うんですよね未来のことは分かんないので捉えようもクソも分かんないんですよね分かんないからこそまあいろいろ妄想もできるんですけどなんだろうなまあ現実に対してどう展開していくかっていう方がなんかその うーんその人のなんか人生のステージなのかなっていう思いますけどね。わわ変わるものを予測するより起こってしまったことをどう展開していくかっていう。うんでその展開して今を今に使うってことですね。 今僕たちは生きてるので過去起こってしまった出来事に対してどのように展開してその展開したプラス要素をどう今に使っていくかって感じかなうんまあ別にマイナス使ってもねまあいいんですけどどちらかというとプラス使った方がまあ動きやすいのでうん だからこれから,起こ,これこれから起こることより起こってしまったことからどう学んでいくのかどう展開していくのかっていうのが方がすごくなんか価値があるというかね、うん、なんかまあ上島さんのその PV を見ながら、うん、いた時はね上島さんがいた時は こういう風になんか思えなかったしでもいなくなったからこそまあ皮肉なんですけどいなくなったからこそありがたみだったりとかその人の偉大さですよね偉大さだったりとかあすげえいろんな人に笑いをこ,この芸でねこの芸といえばおでんとかねあの熱湯風呂とかはもうダチョウ倶楽部だみたいなねなんかすごくあの 思い出させてくれるというかうんでもいた時はそこまで深くねこう価値を感じるというか思わなかったんですよねうんうはいいってらっしゃい